質問です。心の絶対法則を読んで、自分の中にはいろんなタイプのアダルトチルドレンがいるなと思いました。宇都宮先生は子供の時から骨肉の争いを見て育ったということが書いてありましたが、宇都宮先生のアダルトチルドレンのタイプはどのようなものでしたか？あえて言えばですね、プラケーターが一番強いと思いますけれども、アダルトチルドレンっていうのはね、心理療法の用語で、スーザン・フォワードとかね、グラディ・ブラックとか、毒親問題とその子供っていうところから研究が進んできた概念で、元はアル中の父親の子供、それが破壊的奉仕精神で自分の体や精神を壊していくと、なんでこんなするねんっていうのを研究から始まったのがアダルト・チルドレンということになります。で、それにパターンがあるということを考えるようになって、いくつものパターンが出てきたわけなんですね。これも考え方いろいろあるので、私が引用してるね、クラウディア・ブラックの分類とかじゃなくてもよろしいかもしれません。ただまあ、そこは引き継いでるというか引用してるところがあるので、そのままでいきますと、プラケーターというのは父母ですね、夫婦、父母が関係が壊れてる時に弱い方の味方をして、その愚痴聞き役とか味方になるっていう子供のパターンを表しますね。うちの場合で言うと、普通に父親が強くて、父親医者で男尊女卑ど真ん中みたいなやつで、母親は弱い依存的な女性みたいなの主婦よっていう、そういう感じだったんやけども、私は長男でですね、最初は母親とかも殴られたりしてたこともあったんで、それに対して自分が長男だから守ってあげなきゃいけないみたいな、そういう精神性、これ自体が一つの演技なんですけどね。本当はそんなことしたくないわけよ。夫婦が普通に仲良くしてもらった方がいいに決まってるやんっていう感じだから、しょうがなくやってるっていうのをずーっと演技像で身につけていったっていう感じなんですけど、そういう風にして、特に母親が多いんですが、それの愚痴聞き役とか守り役になるっていう精神性をプラケーターっていう風に言いますね。で、それが一番強いという風なのがありますが、その他で言いますとですね、いろんなアダルトチルドレンパターンがあるんですけれども、私はロストマンかな。ロストマンって集団の中にはいるんだけど、自分の姿を正直に表さないというか、自覚してる範囲でも正直に表さないで車に構えてるみたいな感じかな、イメージ的に言うと。で、たまに毒吐くみたいな、そういう感じのね、キャラクター、ロストワン。これは仮面の塊なんですけど、それは結構強いかなと思うので、プラケーターが一番強くて、ロストワンがちょっと弱いけどあるみたいなぐらいの感じかな。もう子供の頃とか若い頃はロストワンの方が強かったかもしれないですね。その他もいろいろ混ざりうるんですけれどもね、そんなこと言うと全部あるよみたいな話になっちゃうんですけど、特徴が強いところを選ぶので、自分のアダルトチルドレンというのを自覚するためにね、分類をやるっていうことなので、あえて私の分類で言えばプラケーターとロストワンじゃないかなっていうふうに思いますね。